皆さんこんにちは。今日は非常にリーズナブルでコスパの高い AI ボックスのご紹介をいたします。今日ご紹介するのはこちらになるんですけれども、ヘリラリーから出ています C6 という AI ボックスになります。この車の形をしていて非常に洒落たデザインになっているんですが、これは価格が2万円を切る価格になってまして、こういった AI ボックスを使われる、初めて使われる方にとっては非常にエントリー向けとしてはおすすめできる商品になります。まあ今冒頭でもご紹介した通りで、 Amazon のページを見ていただきますとバリエーションがいくつかあるんですが、この C6 というのは 19,999 円という2万円を切る価格帯のモデルとなっております。まあ、こちら非常に買いやすい価格になっておりますので、ぜひこれから AI ボックスを導入したいなと思われている方は最後までご覧になっていただければと思います。ちなみにパッケージはこういったヘリラリーというふうに書いてある、こういったパッケージになっております。で、価格が安いといっても実用性が今一つだったら意味がないんじゃないのというお話もあると思いますので、実用性を兼ねた機能のご紹介をしていきます。で、まずは重要な部分というのがエンジンをかけた時にしっかりと始動してくれてカープレイにつながってくれるのかどうかということをお見せしていきたいと思います。ドライブレコーダーを起動します。今回はこちら以前の動画でご紹介しているんですけれども、E-ON-ON のディスプレイオーディオ、こちらを使って AI ボックスのご紹介をいたします。で、今 Android ということで、これ Android OS11 が搭載されているモデルとなっております。はい、即座に立ち上がりまして、これから CarPlay に今度つながるといった状況になります。で、CarPlay はスピードウェイというものを使っておりまして、もう何も今いじってないんですけれども、接続中ということでもう自動的に携帯がこの近くにあれば自動的につながるというようになっています。非常に素早くつながってくれる、もちろん起動速度とかありますけれども、特に何もやらずともパッとつながってくれる、ここ非常に重要なポイントだと思います。こういったオーディオ機器は基本的には運転している時に使うものになりますので、できるだけ操作が少ない方が使いやすいということになりますので、そこは非常に優れたポイントになっております。で、次なんですけれども、カープレイおよび Android Auto もちろん両方使えるわけなんですけれども、音楽を聴くケースが非常に多いと思います。こちらで、まあ、私はまあこういった状態で使ったりする場合もあったり、まあ、ミュージックのページだけを開いて使ったりする場合もあったりするわけなんですけれども、これミュージックで携帯に入れてる曲でしたら音楽を聴いていて途中で車を止めて外に出て、でまた入っていった時にこのページが開くわけなんですけれども、また途中から再生するということが可能になっております。で、 Amazon ミュージックの場合も同様で止めたところからまた再生ができるようになっています。それを試してみたいと思います。一回止めます。で、もう一度。録画を停止します。電源をオフにします。はい、止めます。このように聞いた曲、聞いてた曲からまた再開されるということで、これなかなかそうじゃない AI ボックスが結構多かったりします。すごく使いやすい AI ボックスになっているのではないかと思います。次に実用性の可否を問う機能としては、 CarPlay から Android OS に切り替えるときの Wi-Fi セッティングになります。そこをご紹介していきたいと思います。この状態で YouTube を見ようと思っても YouTube というのは見れません。で、車内 Wi-Fi に切り替える、もしくはテザリングに切り替えるということをしなければならないという設定はどの AI ボックスでもまあ同じになっているので、ここ少し煩わしいところではあるんですけれども、 CarPlay から Android OS11 に切り替える時のには
Wi-Fi に接続しなければならないというところがあります。そこがしっかりとすぐにつながるかどうかというところを確認します。で、こちらになります。で、ここになります。で、これを接続する前に、テザリングの場合ですと、インターネット共有のページを開いておかなければなりません。これはどの AI ボックスでも同じです。そうしますと、このように接続可能な Wi-Fi が出てくるんですけれども、で、ここで Bluetooth 接続してくださいって出てきたんですけれども、この Bluetooth と Wi-Fi って同時接続ができません。なので、このように出てきてしまうんで、Wi-Fi を、携帯上の Wi-Fi、携帯上の Bluetooth を切る必要っていうのがあります。そこでもう一度、先ほどの画面に戻る必要があるということになります。こうしていただけると、すぐにつながるはずです。はい、このような形で。で、これをつなげたらば、あとは、例えば YouTube を見たいといった場合は、YouTube のアプリのボタンを押せば、見ることが可能になります。強いて言うならば、少し、不満があるとすると、こういったゼロからこう立ち上げていくとき、アカウントの追加であるとか、そういった場合に、少し動きが遅いというのがあります。5万円以上する、オッドキャスト、PCS の40とかになりますともうパッパッと動くんですけれども、まあ、これはもう2万円を切るぐらいの価格帯のモデルになってますんで、少しこういった初期の立ち上がりっていうのはちょっとこう遅いかなっていうのが、やっぱりこうハイエンドモデルと比べてしまうとどうしてもあるかなというのはやむを得ないところかなと思います。例えばこれを見てみたいと思うんですけれども、まあ動画開いてしまえば、動画自体が途中でこう止まってしまったり、まあコマ送りのようにこうパッ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 と止まって動いて止まって動いてっていうような、そういった醜さみたいなものは全然ないので、まあ動画を見るときにおいては特に問題がないかと思いますんで、まあ十分見れるレベルになっているかと思います。で、戻るときも簡単で、そのままここを押していただければ、すぐ戻れるようになります。まあ動画を見ることもできてしまう。ただ動画を選曲する前のアカウント追加だったりとか、キーワードを入れて検索をかけるといった、まあそういった時にはちょっとこう作動が少しこう遅いっていうのはどうしてもこのハイエンドモデルと比べるとあるということになります。あとはプライムビデオももちろん見れます。ミラーリングである著作権信号との影響というのは特にありません。もうネットで、そのままネットにつなげて見ているのと同じになりますので、特に著作権保護信号の影響で視聴ができないという、そういったことはないです。こういった読み込むとき、こういったときにやっぱ少し時間がかかってしまうというのは残念ながらあります。こういうところです。このように映画開いてしまえばもう普通に見れてしまいますので、特に視聴の影響というのはないと、まあ、いうことになります。プライムビデオも同様に見れるようになっております。それから TikTok なんかももちろん開けます。やっぱりこう最初開くときアクセスするわけなんですけど、そういったときに少し動きが遅いというのがネックになってるかなと思います。こういうとこです。切り替えるときに少し時間がかかると。で、TikTok の場合ですと、こういったプロフィール画面とか、こう動画で動くわけなんですけれども、やっぱ少し CPU 自体の能力がハイエンドモデルに比べると低いっていうのがあるんで、まあこういったところも動いたりするはずなんですけれども、まあ動かなかったりというのがやっぱりあったりはします。ただ、開いてしまえば、全く
問題なく動画が再生されるようにはなるので、まあ、特にこう視聴の妨げにはならないかなと思います。あと最後に SD カードのファイルも見れますんで、その場合はこちらのアプリを開いてもらえれば見れるようになります。まあ、今 GoPro の動画のファイルなんですが、こちらを開いてみたいと思うんですけれども、まあ、このようにこれ収録した GoPro の動画なんですが、スムーズに動いてくれる。ものによってはスムーズに動かなくて、SD カードの動画の確認が、まあ、できないものもあったりするわけなんですけれども、まあ、こちら CPU の処理速度的にはそんなに高くはないもののはずなんですけれども、動画もしっかりと、SD カード内の動画もしっかりと視聴することが可能であると、まあ、いうことになります。はい。で、最後に、まあ、実用性を問う機能ということで、今これ Wi-Fi にしている状態なんですけれども、この状態で車を止めて、また電源を入れたときにどうなるかっていうのを試してみたいと思います。まあ、実用性を問うということなのであれば、もう自動的にまたこの画面に戻って Wi-Fi につながるというのが非常に使いやすいわけなんですけれども、この AIBOX はどうなのか試してみたいと思います。止めます。で、もう一度入れます。はい、今、Android 11が開きまして、はい、見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、携帯そのままにしておけば、ちゃんと Wi-Fi も自動的に接続されて、かつ、すぐに動画が見れるようになります。特にセッティングとか、その辺のこともわざわざまたやる必要というのもないと、まあ、いうことになります。はい。このようにちゃんとネットが開くようになりますんで、CarPlay ですと、Bluetooth を接続しているとき、Android 11ですと、Wi-Fi をつなげて接続しているとき、このときに止めてオンにしても、勝手に Bluetooth、Wi-Fi とはつながると、まあいうことになってますので、非常に実用性の高い AIBOX になっているかなと思います。はい。ということで、今回は、ヘリラリー C6 というモデルの AIBOX、こちらのご紹介をしました。まあ、パッケージはこういったパッケージなんですけれども、これ19,999円ということで、非常にコスパの高い商品であることが、まあ、どこからもお分かりいただけたんではないかなと思います。で、また、気づいてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これ、給電ケーブルは特に必要ありません。普通に給電ケーブルを使わなくても、そのままディスプレイオーディオに USB をつなげるだけで、しっかりとすぐにつながってくれる。なかなかこういった AIBOX ってないんじゃないかなと思うんですけれども、これはもうスマートに使える、非常に実用性の高い AIBOX ということで、かつ2万円を切る金額で出されているということで、これはおすすめできるアイテムなんではないかなと思います。はい。ということで、こちら商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひご検討の方はご覧になっていただければと思います。当チャンネルではこういった新しいガジェットのご紹介をいち早く行っておりますので、新しい情報と収集したいという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。